ID 編とは、お久しぶりですね。長らくやってませんでしたが。まあ、そんな頻繁にやらないし。まあ、それはいいとして、最近ロスサントスが青色に染まっているという話をよく耳にしまして。青色に染まってるって、どういうこと？早い話が、パトカーが青色で眩しすぎる、とのことだそうですよ。あれなんとかならないんですか？まあ、なんとかならないって言われても、ついてるものは仕方ないし。おかげでサンアンドレアス州の各警察署でパトカーを変えろというクレームが殺到しているとかなんとか。他にもギャング地帯では、ギャングは駆けつけた警察官ではなく、どちらかというとパトカーに対して銃を発砲する傾向が最近では多く見られている、とデータにありますよ。ボロクソ言われすぎでしょ、あのパトカー。そんなにダメ？ですが、LED をなるべく光らせないようにするために、犯罪を抑止する活動が最近行われているということで、ある意味ではこのパトカー、犯罪抑止の効果があるのかもしれないですね。結局パトカーが嫌われてることに変わりないじゃん。ちなみに昨夜は今のパトカーに対してどう思ってる？とりあえず LED 全部外しましょう。反対破壊。しかもそれじゃパトカーにならないわ。こんにちは、ウプ主のクエストドラゴンです。FID 連邦捜査局捜査官、いざよい昨夜です。はい、じゃあやっていきますか。LSPDFR シーズン5番外編ですね。今回は FID 捜査官としてやっていきます。今回も EUP を使って FID の格好にしました。普通の警察官っぽいんですけど、FID の警察官はこんな感じだそうです。さて、今回使用する車両は、クレーム殺到のクリスマスパトカー、覆面車両ですね。2014年製のシボレー、カプリスです。アンテナめっちゃついてるじゃないですか。これ絶対バレますよ。逆にかっこよくない？いやまあ、言われてみればそうなのかもしれないですけど。まあ、外観はこんな感じです。じゃあ、まずトランプから必要なものを取り出しておきましょうか。今回は日中の勤務ですね。そうだね。夜はパトライトが目立つけど周りがよく見えないから。そう考えると昼の方がいいかなって。さてさて、それじゃ車内の紹介です。本日にパトライトめっちゃつけてるパトカーは車内がカオスなんですよね。配線で、ほーら。これで前、見えてるんですか？ま、三人称視点なら問題ないでしょ。長くした。ま、前回使った CVPI も、昼間に見ると配線すごいですから、同じようなものだよね。で、ELS の確認ですね。これもつけるとすごいですよ。ま、クリスマスパトカーというほどですからね。はい、緊急走行状態まで光らせてみました。なんかやっぱり昼間だと味気ないですね。十分光ってると思いますけどね。ここはちょっと夜にしてみましょう。夜の方がやっぱりこういうパトカーって目立ちますから。はい、夜になるとこんな感じになります。やはり苦情レベルの光り方ですね。まあ、そういうパトカーですから。さて、じゃあ昼に戻してやっていきましょうか。本日は主にピルボックス、昼を中心にパトロールすることになるのでしょうか？そうなるかもしれないね。開始地点が FID 本社前だから。にしてもあれだね。思ったけどさ、ここ信号多くない？無駄に。横断する歩行者が多い傾向にあるからじゃないですか、ここ。そうなの？その割には全然歩行者通ってないけどね。お、青だね。行きましょうか。そういえばウプ主、この度 LSPDFR が 0.4.8 から 0.4.9 にアップデートされましたね。みたいだね。10を超えるアップデートが行われたみたいで。というか思ったけど、もう数字が9までいっちゃったよ。その後どうなるんだろ。0.5.0 になるのかな？特別大きな変更がない限りは 0.4.10 になる可能性がありますが。なるほど。確かに、YMM4 も 3.9.9.99 までいったら99が100になってたし。その可能性もありそうだね。そして、合わせてストップザペット、アルティメットバックアップのアップデートも実施されました。ストップザペットは 4.9.4.7、アルティメットバックアップは 1.8.5.5 になりましたよ。FID93 より LS 本部、ナンバー紹介願いたい、21ELH245 でグレンジャーです、どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 本部。いやー、前回さ、俺ロードブロックのプラグインを作るとかなんとかぼやいてた気がするんだよね。拝聴しましたよ。LSPDFR シーズン5パート3、ベジョイジョ様製作のアルティメットバックアッププラグインの機能、ロードブロックサポート機能において、ロードブロックの配置が正しくなされなかったがために、ウプ主が、なんなら自分で作ってしまおうという考え方になったシーンですね。そう。そこだね。で実際にやってみようとしたんだけど、追跡中の被疑者の位置を指定するやり方がわからずに挫折しました。
仮に指定できたとするなら完成してました、そのプラグイン。どうだろ。今度はロードブロックのパトカーを道路上に正しい向きで綺麗に配置する行動を組むのに苦戦しそうだけどね。ま、うつ主に API はまだ早すぎるってことじゃないですか。よくわからないんだよね、API って何？アプリケーションプログラミングインターフェース。大雑把に言えば、アプリケーションをプログラミングするためのインターフェースのことです。うつ主にはそれを扱うのはまだまだ早すぎるということです。ディスパッチより各局、事件の承認の護送を要請している警察署あり、対応可能なユニットは応答。場所はアルタ。結構プログラミング勉強してるのに。ビジュアルベーシックとか。あ、落ちたわ。はい、じゃあ続きをやっていきますか。うつ主、LSPDFR で使われているプログラム言語は主に C シャープです。同じ .NET 系ではありますが、C シャープじゃなきゃダメですよ。というか、そんなロードブロックとか高度なものから始めずに、もっと簡単なものから始めるべきですよ。例えば、普通に車両をスポーンするシステムから作ってみるだとか、ネイティブ UI が使えればメニューを使うことができるはずです。ネイティブ UI ね。コードだけ入れてみたんだけどね。ロードブロックのプラグインに、未完成だからゲーム内で確認はしてないけど。まあ、作る作らないはうつ主次第ですが、にしても、氷王様のオートマチックロードブロックがなくなってしまったのは痛手ですね。まあ、なくなってしまったものは仕方ない。今のところはアルティメットバックアップが主力だね。まあ、仮にうつ主がロードブロックプラグインを作ったとしても、オートマチックロードブロックを超えられるかといったら微妙なところですが。何言ってんの、ジャパンクオリティだよ。ジャパンクオリティなら高品質ですが、クエドラクオリティなら低品質になりますよ。まあ、まだ個人的に実用的なプラグイン作ってないし、いつか何か作れたらいいな。FID93 より LS 本部、ナンバー紹介願います。08MQM520 でスラストです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 本部。ディスパッチより各局、ビルボックス、昼見てトラブルが発生、対応可能なユニットは応答。いただきだぜ。ディスパッチよりリンコルン6、それはこちらに対する返答ですか？無線での連絡は明瞭に願います。どうぞ。はい。向かいます。ディスパッチ了解。前のセダン車、止まりなさい、いろいろ違反してるぞ。路上でのバーンアウト、道路表示の無視、信号無視違反、優先車両通行妨害が挙げられますね。まったく、ひどいな。どんな奴が乗ってるんだか。とりあえず路肩に寄ってもらいましょう。話はそれからです。たまにいるよね。なんか、こういう運転手、もうちょっと先行ってもらおうかな。え、うつ主が前に出ればいいだけの話では。あ、やっちゃったわ、コールアウト V。コールアウトプラグインのロードブロック機能ですね。画面がスローモーションになる上に使用すると確実にクラッシュする、という？どうするんですか、というかキーバインドかぶっちゃってるじゃないですか。いや、あれ、R に割り当ててたっけ。確か、シンプルトレーナーからこのスローモーションは解除できたはず。あ、昨夜に解決してもらおうかな。ゲーム内なのでゲームで使えるものを使って何とかしてください。よし、なんとかなった。てか、昨夜ももともとゲームの中のキャラでしょ。なんなら時期だったじゃん。弾幕シューティングゲームとオープンワールドクライムアクションでは差がありすぎますよ。まあ、エクステントで確か自分の能力を使った覚えはありますが。まあ、メタク言うとその時間停止するモッド抜いてるんで。でも時間の流れを操作することぐらい昨夜でもできたな。もっと言えば、シンプルトレーナーにはゲームフリーズの項目もありましたから、その時間停止するモッド入れなくてもシンプルトレーナーで全て解決してしまうんですけどね。てか、私のことは今はどうでもいいんですよ。前の車両早く止めてください。わかってるって。あれ、誘導命令できない。解除されちゃってたみたいで、これで止められますね。というか、この車両のリア、ちょっと似てません。ミキでは同じ死亡例でもアベオって書いてあるね。アベオでしたか。でもまあ、インパラもカプリスもリア同じですね。シーズン2やシーズン3で使われていたインパラもリア似てましたよね。まあ、確かに。さて、こんにちは、FIB です。免許証見せてもらってもいいですか？はい、綺麗でしょ？私の証明写真。ご提示ありがとうございます。これ免許切れてません。調べてみよう。FID93 より LS 本部、ID 紹介願いたい。ケイト・デップ、女性で1976年6月7日生まれです。
こちら LS 本部、照会の結果、免許期限切れ、指名手配犯です。接触時は十分注意を。以上 LS 本部。お酒飲みました？数時間前にウォッカを1杯だけ。やはり免許は切れてましたか。そして指名手配犯だとは。薬物の摂取については？してないわ。薬物なんて、病気を発症するだけ。使う意味なんかないでしょ。違法なものは所持してませんか？違法なものは、ないわよ。わかりました。では薬物の検査だけさせてください。別にいいけど。反応なし、大丈夫そうかな。いいえ大丈夫ではありません。あなた、降りてきてください。別にいいけど。え、なんで？うつ主。今度から鶏って呼びますよ。いいですか？あなたには逮捕状が発行されています。よって署までご同行願います。あ、そっか、指名手配犯とか言ってたっけ。じゃあちょっとこっち来てください。はぁ？まだ1分も経っていないというのにもう忘れるとは。いやぁ、検査とかするとすっかり忘れちゃうんだよね。はい、後ろ向いてください。くそ、保険金をちょっともらっただけなのに。結構ひどいことしてるじゃないですか。というかうぷ主、すぐ忘れちゃうなら逮捕状が発行されていることが分かった時点で逮捕しちゃうのも手ですよ。FID93 よりディスパッチ、女性警察官の臨場願います。ピルボックス、ヒルです。ディスパッチ了解、対応可能な女性警官ユニットは応答。場所はピルボックス、ヒル。あ、確かにそれも手だね。さて、車内調べますか。運転席に NFL のフットボール、助手席に唐辛子スプレー缶、ジャンパーケーブル一式、バッグに入ったリンゴですね。女性警察官のユニットが来ましたね。ちょっとこの車調べますか。まだ調べてなかった。FIB93 より LS 本部、車両紹介願いたい 49ADC835 でアセアです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 本部。じゃあ所持品検査してもらって。車内検査で怪しそうなものと言ったら唐辛子スプレー缶ぐらいでしたが。違法ではないけど怪しいものしか持ってないな。テロリストマスクとスクリュードライバーだね。FID93 よりディスパッチ、応援のユニットに被疑者を引き渡します。どうぞ。ディスパッチ了解。これは回収。FID93 より LS 本部、車両回収願います。対象はアセア、場所はピルボックス、ヒルです。LS 本部了解、大型牽引車を向かわせる。これでいいかな。じゃあパトロールを続行しましょうか。そういえばこの LSPDFR だけどさ、重いよね。FPS 持ってかれるんだけど、せっかく RTX 積んでるのに。実際、グラフィックボードではなく LSPDFR というかゲーム側に問題があるのではないですか？中には 30fps までしか出ないゲームとかあるじゃないですか。あ、そっち系か。LSPDFR、アップデートで軽くなってくれたり、クラッシュが減ってくれればいいんだけど。プラグイン豊富だから楽しめるのにね。でも 0.3.1 でもクラッシュは起きてましたし、それが 0.4 でさらに重くなっていると考えると、0.5 でもさらに重くなる可能性も、ありますよね。軽くなるか、重くなるか、か。逆にクラッシュの原因がプラグインだと考えるなら、LSPDFR 自体にプラグイン並みの機能が実装されればちょっとは違うのかな？プラグインであることのメリットとしては、不要な機能はすぐにでも削除できるということです。LSPDFR 本体に組み込んだとて、安定するかと言われればそれは、なんとも言えないですよ。FID93 より LS 本部、車両紹介願います。車種は F 級に、ナンバープレートは 859EL003 です。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果と置き切れ、所有者の免許が停止されています。以上 LS 本部。ディスパッチより各局、警察車両の盗難報告あり、対応可能なユニットは応答。場所はバートン。ディスパッチより各局、スポーツカーの盗難報告あり、対応可能なユニットは応答。場所はイースト、バイムッド。FID93 了解、対応します。ディスパッチ了解。さて、行きますか。一回は追跡事案がないとね。現実的に考えてみれば物騒ですからね。とりあえずまずは被疑者に近づくことからだね。というか、相手はどこを走っているのでしょうか。高速道路上ということではなさそうですけど。とりあえずマップ上に移るまで移動しましょう。多分カジノのあたりかな？イースト、バイムッドと言ったら大体そのあたりですよね。ああ、いるな。タクシー会社のあたりか。西に移動していますね。インターチェンジを降りて左折して追いつきましょう。この高速道路からダイレクトに行ければよかったんだけどね。まあ仕方ない、インターチェンジがあそこだし。そういや、たまに追跡事案になるとあるんだけどさ、被疑者を出尾しても赤点が残ったままで、結局 0.4 の新機能である、視
出尾すると相手の位置がわからなくなるという機能が意味をなさないということがあるんだけど、あれってなんでなんだろうね。そのコールアウト、0.3.14 のじゃないですか？ウプム知っていくつかのプラグインは 0.3.14 のプラグイン使ってますよね？きっとバージョン違いが原因ですよ。0.4 対応のコールアウトはちゃんと赤点が消えるのに対し、0.3.1 は出尾しても対象の位置は分かったままになるので、おそらくその違いでしょう。気になるようなら 0.4 対応のコールアウトのみの構成にするしかないですよ。バージョン違いか。なるほどね。にしても今日はよくクラッシュするね。LSPDFR をプレイする上では回避できない現象ですから、仕方ないですよ。まあ、確かに。別に今に始まったことじゃないし。まあ、重いですから、仕方ないですね。だね。で、あのバス。急に割り込みましたね。ここ確か警察職勤だったと思いますけど、いい度胸してますね。ナンバーだけまず調べてみるか。普通なら快速バスとか高速バスとか定められてますけど、緑カラーは GTA オリジナルなのでちょっとわかんないですね。FID93 より LS 本部、車両紹介願います。88ONB961 でバスです。こちら LS 本部、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 本部。何もないのか。とりあえず危険運転ということで職務質問することにしよう。前のバスの運転手さん、路肩に寄って停車してください。めっちゃクラクション鳴らすじゃないですか。まあ、とりあえず応じてくれてるからいいわ。じゃあ、俺はこの路肩駐車スペースに止めようかな。バスの運転手も、まさか覆面に止められるとは思ってなかったのではないでしょうか。まあ、このパトカーが覆面だということを認識されてなければ、の話だけどね。結構乗客がいますね。全員調べるんですか。いや、さすがにめんどくさそうだから運転手だけ。でも霊夢は全員とことん調べてたな。警部という立場から考えれば、その場にいた犯罪者を逃すわけにはいかないのでしょうね。だろうね。というか、どこだ、トラフィックストップメニュー。ちょっと待て、あいつ何しようとしてる？止まれ、お前今確実にドアに触れてただろ。え、何のことかしら？とぼけても無駄ですよ。パトカーの中にいくつカメラがあると思ってるんですか？車内も映ってますからね。今バスの職質中だからちょっと待ってて。終わったら話聞くから。というかウプ主、ざっとバスの車内を見た感じ、いくらかヤバそうな乗客を見ましたよ。この女も結構ヤバそうだから。バスの乗客を見逃す代わりにこの女で評判はなんとかするわ。そうですか。でも霊夢には通用しないでしょうね、これは。まあ、逃してることに変わりないし。さて、運転手に話しかけるにはどうすれば。大体なんでバスなんか止めたんですか。いや、危険運転してたし、さすがに止めないと危ないでしょ。じゃあ運転手さん、免許見せてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ調べますか。ストップザペットで調べちゃおう。で、あ、待って、全然違う人調べちゃったわ。運転手の元まで行って調べた方がいいのでは。間違えて調べた人には特に何もないらしい。そうだね、運転手の近くでやりましょうか。あれ、ちょっと待って、ラジオに出てこない。バスは形状が特殊ですから、紹介をかけるのにも一苦労ですね。あれ、仕方ない。こうなったらもう最後の手を使うしかないわ。最後の手と言いますと、運転手を降ろすのですか。ストップザペットも反応してない。いや、別に降ろしてもいいんだけど、めっちゃアナログなやり方で対応しようと思います。すみません運転手さん、もう一度お名前教えていただけますか。ジェリー・ウェイクフィールドと申します。はい、ジェリー・ウェイクフィールドさんですね。調べてきますのでちょっと待っててください。2枚も免許もらってどうするんですか。 5PD みたいに最後にもらった免許が確認できればいいんだけどね。まあそれはいいとして、パトカーのバニラコンピューターを使って手打ちで調べることにします。うわ、めっちゃ懐かしいことしてるじゃないですか。今やプラグインで瞬時に紹介できるから、 LSPDFR バニラだけでやる人以外このコンピューターは使わなくなっちゃってるよね。無線機からでも同じことができるのですが、いろんなプラグインとキーが干渉するので、車内で調べるのがおすすめです。使う人いるかわからないけど。ちなみに紹介結果ですが、免許有効、逮捕状はないとのことでした。なんで危険運転してたのかっていう質問はあったかな。海外の実況者様はよくこの辺りをカスタマイズしていらっしゃいますから、参考程度にウプ主もカスタマイズしてみてはどうですか。そうだね。あ、あった。なんで危険運転してたんですか。いや、いつもこんな感じですけど、何も問題ないでしょう。ちょっと中心的すぎません。お酒飲んでます。6パックビール飲みましたよ。薬物の摂取については。薬物なんてやるわけないでしょう。
死にたくないですから。違法なものはバスの中に入れてませんか？善良なバス運転手ですからね、こう見えても。善良なら危険運転しないでしょう。これからどこへ向かうつもりで？友達の家です。任務中ですよね。飲酒検査には引っかからなかったね。まあ、特に何もないなら切符の交付だけで済ませますか。バスの乗客に関しては何かあるらしいけど、ちなみに、バスの中を調べさせてもらえたりは。嫌ですよ、警察はそうやって市民やこの乗客の方々の権利を奪っていくんですから。ああ、そうですね、すみませんね。いや、切りますか。ストップザペットで切符切れるのかわかんないので相変わらずの LSPDFR プラスで。おそらくですが、ストップザペットを使って切符を交付するにはベッドプラグイン、コンピライトが必要だったかと。LSPDFR コンピュータープラスと同じ感じですね。なるほどね。まあ、今はまだ LSPDFR プラスが使えるので、使い慣れたやつで交付します。危険運転と相手車両を譲らなかったとして800ドル、6点の違反点数ね。はい、一定ですよ。安全にお客さんを運んでくださいね。さて、じゃあ忘れてるかもしれないけど、このパトカーを奪おうとした女性、調べますか？あ、いましたね、そういえば。はい、降りてきて、今度は君の番ね。とりあえずまずこっち来ようか。そっちは車道に出てて危ないから。にしても、よくこんなクレーム殺到の覆面パトカーなんか盗もうとしましたね。数少ないクリスマスパトカーマニアなんでしょうか？まあ、覆面パトカーなんかこの辺りでは見かけないからさ。物珍しさで取ろうとしたんじゃないの？ FID93 よりディスパッチ、女性警官ユニットの要請願います。ビルボックス、ヒルです。ディスパッチ了解、付近の女性警官ユニットを向かわせる。何してたんですか、あの時。自分の気持ちを落ち着かせていただけだけど、パトカー盗もうとして落ち着かせるっておかしいですよ。違法なものは所持してませんか？忘れたわ。そうですか。薬物は摂取してますか？時々使ってるわ。飲酒はしてます？鷹の爪のように。人生の中で私の血中アルコール濃度は 0% よ。なるほど、わかりました。じゃあ薬物の検査だけさせてくださいね。ディスパッチより各局、生活っぷりチェックの要請あり、対応可能なユニットは応答。場所はグレープシード。コカインと覚醒剤ね。複数やってるなんて。じゃあ所持品検査しますよ。お願いします。了解です。実を言うとさ、LSPDFR だけにとどまらず、5PD でもパトカーを盗もうとするやつ普通にいるんだよね。マッチ、PCP、ピエロマスク、飛行機のチケットを持ってました。ロスサントスですから。そういうものですよ。FID93 よりディスパッチ、応援のユニットに被疑者を引き渡します。どうぞ。ディスパッチ了解。まあ、パトカーに乗りたいと思って行動を起こせば、ちゃんとパトカーに乗れますから、安心してくださいな。乗るって言っても後部座席ですが。ま、当たり前というか自業自得と言いますか。はい。というわけで今回はこの辺りにしておきましょうかね。待て、何かいるぞ。あれは、盗難車両ですね。暴走してますし、ディスパッチより各局、高速道路内に自転車が侵入しているとの通報あり、対応可能なユニットは応答。場所はチリアドザン付近。とりあえずあいつ止めるか。危なっかしいわ。しかしまあ、よくあんな高級車両盗みましたね。見た感じ前頭のだったね。まあ、GTA5 の中じゃ有名だし、緊急車両交差点侵入します。ご注意ください。あいつは直線番長気味だからな。曲がったところで間合いを詰める感じで追いかけないとだな。交差点左折します。市街地を普通に暴走してますね。本当危ないです。あ、なんか汚い車にぶつかった。前の車両、止まりなさい。それはお前の車じゃないだろ。おっおっお、なんだ、逃走するか。いや、渋滞に巻き込まれてますね。今がチャンスかもしれません。だったらさっさと止めるか。すでに事故ってるし。さあ降りてこい。変なところに突っ込んじゃったから両方ともドアが開けられないですね。あ、周りが動いてくれたわ。さあ観念して降りてくるんだ。おや、意外ですね。女性だったとは。最近こういう追いかける事案で犯人が女性なことがちょくちょくあるんだよね。しかも白いスーツですか。なんか、犯罪行為をするような格好には見えませんが。いやまあ、もしかしたらスーパーカーに似合う服装にして犯行に及んだのかもしれないし。FID93 よりディスパッチ、女性警官ユニットの要請願います。場所はランチョです。ディスパッチ了解、付近の女性警官ユニットを向かわせる。じゃあパトカーは路肩に寄せましょうか。ここじゃ邪魔ですから。ちょっと思ったのですが、LED の周りが黒なら、ボディカラーを黒にすれば多少は目立たなかったかもしれないですね。ああ？確かに、そうかもしれないね。にしても、派手に行ったな。とりあえず調べるか。ちょっと交通の流れを規制しまして、まずこの車のナンバーから調べましょうか。
FID93 より LS 本部、車両紹介願います。車種は前頭の、ナンバープレートは 27RZC618 です。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果、盗難届の出ている車両です。以上 LS 本部。間違いなく盗難車両ですね。ま、盗難防止装置なってたし。さて、じゃあ車内調べますか。盗んだ人にとってはあんまり関係ないんだけどね。大きな斧、複数の携帯電話、バッグに入ったリンゴ、フェドラ。イノベーティブで自由、オープンソースなプラットフォームのことですね。合ってる？それ。FID93 より LS 本部、車両回収願いたい。車種は前頭の、場所はランチョです。LS 本部了解、大型積載車を向かわせる。女性警官のユニットが到着したね。じゃああの女性、調べましょうか。まだ身分紹介してなかったから、まずはそこから始めようか。FID93 より LS 本部、身分紹介願います。対象はゾーエ・リデナー、女性で昭和50年1月19日生まれです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果、免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 本部。ディスパッチより各局、交通事故発生の通報あり、対応可能なユニットは応答。場所はランチョです。違法なものは所持してませんか？ないわよ。ちなみに、何してたんですか？なんでそんなことが気になるの？聞いただけですけど。じゃあお酒は飲んでます？鷹の爪のように。人生の中で私の血中アルコール濃度は 0% よ。あなたまでそのセリフを言うんですね。薬物については？やってないわ。わかりました。じゃあちょっと所持品検査をしてもらいますよ。鉛筆、ロックピックですね。なるほど。そのロックピックを使って前頭脳を盗んだといったところか。じゃあ最後だし、この人護送して終わりましょうか。はい、じゃあ後ろに乗って。そういやずっと思ってることなんだけど、車に乗せるときにだけカメラが動かなくなるんだよね。これってバグなのかわざとなのか。気になるようならフィードバックを送ることも大事ですよ。だね。あ、ありがとうございました。じゃあ交通規制解除しまして護送しましょうか。ここからだと確かデイビス警察署が近いのかな。護送している間、プラグインアップデートの内容でもちょっとお話ししましょうか。目に見えるところで何か変わりました？そうだな。ストップザペットに関しては、日付表記が Windows と同期するようになったよ。例えば、2021年5月30日だったら、今まで5月30日2021年だったのが、2021年5月30日になったって感じかな。読みやすくなりました。ディスパッチより各局、警察官から警戒バックアップ要請あり、対応可能なユニットは応答。場所はピルボックス、ヒル。確かに、表記が変わってましたね。他には？これもストップザペットだけなんですけど、ベジョイジョさんが日本語表記に対応できるように手を加えてくれました。日本警察編をやるときにわかると思うのですが、ユーザーが自分で英語表記のところを日本語表記にできるように新しい設定ファイルを追加してくれたので、自分で日本語に訳したものを日本警察編で使ってみようと思います。その日本警察編をやるのはいつになるのでしょうか？予定では4回アメリカ警察をやったら日本警察をやる感じですね。ただ視聴者さんからリクエストがあった場合は例外ですが。ディスパッチより各局、が、目覚めて車両火災を発見したと通報あり、対応可能なユニットは応答。車両火災って、普通消防に行かないか？なんで警察？人手不足だろ。行かないのか？ウプ主。おお、向こうが出てくるとは珍しい。立ち絵は出てないけど。まあ、もうすぐ終わるんで行かない。それで犠牲者を見殺しにする気だな。運転すごくないすか？はい。まあそんな感じで被疑者は留置所にちゃんと置いてきたので、この辺りで終わりといたしましょうか。一応聞いておきますが、次回の予定は？次回はトランスポーターで勤務します。お楽しみに。ディスパッチより至急各局、リトル、ソウルにてギャングアタックの報告あり、対応可能な付近のユニットは対応を願います。行くか。犠牲者を見殺しにするわけにはいかない。それじゃねえよ。私が言ってたの。FID93 了解、対応します。ディスパッチ了解、そちらのシステムに情報は送信しました。現場へ臨場次第、対象。以上ディスパッチ。1.4 キロか。まあいいや、行きましょう。終わろうと思ってたんだけどね。こう見えてなかなか LSPDFR って終わらせてくれませんよね。まあ、自分で無線の電源を落とすのも手ですが。例のゴミ車に跳ねられた。業務もうまいな、コールアウト呼び出すの。え？にしてもどのあたりだろうね。リトル、ソウル、ギャングいた？あのあたりって。ギャングが計画を立ててそこを襲撃しているか、複数のギャングチームが対抗して撃ち合ってるか、そのどちらかでしょうか。ああ、なるほどね。結局ギャングって警察にお世話になるようなことしかやってないんだよな。ロスサントスのギャングってのはそういう感じなんじゃないですか？普通にギャングと聞くと、固定概念的に悪いことしかしていないようなイメージしかないでしょうから。
まあ、だよね。さて、もうちょっとで到着だ。コンビニエンスストア？ちょっと警戒してこの辺りに停車。おやまずい。こちら FIB99 一発機、サーキルなどセブンティーンに発展する可能性あり、様子を呼び座ったの臨場願います。一発機了解、各局、ローセブンティーンが戦闘中、場所はリタル、ボール、対応可能な付近のユニット、およびノース、スワットは出動。いいんだ。めっちゃ撃ってるじゃん。かなり人気弾してますね。こんな砲弾と突き壊れてよかったって思うわ。こんなことになるとは。うつむしってやっぱりこういう時でも突っ張る縛りなんですね。あ、いやー、最初はね、突き乗ったらカービンだよ。そうですか。一体どんな時なのやら。その突くなった時というのは、後ろにスワットがいるはずなんだけど仕事してるか、銃声が聞こえん。向かい側の警察官は応戦してくれているみたいですが。反対側からは聞こえるんだけどね。でもガソリンスタンドって、かなり危ない場所で銃撃戦してるな。こちらディスパッチ、ギャングアタック対応中の全ユニット、全対象の無力化を確認。よってコードフォートする。オッケー。追跡ではなかったけど銃撃戦事案が最後に舞い込んできてくれたから、まあ動画に味はついたかな？動画の味付けを気にするという。というか、あんなにタクティカルユニットがいたのに全く銃声が聞こえませんでしたね。ほんとだよね。仕事しなかった理由は何なのか。代わりに普通の警察官が頑張ってくれてたわ。そして見た感じ、このギャングはバラスのようですね。どうやらその様子、向こうには緑色の服が見えることから、ファミリーズとバラスの銃撃戦だったみたいだね。さて、じゃあ EMS 呼びますか。ひどいことになったなぁ。Say it's been